おはようございます。のりまるです。今日は2018年4月の24日火曜日ですね。今時刻は6時32分になったところです。今朝も朝のチャート観察として、あれこれとお伝えできればいいかなと思います。よろしくお願いします。これ大きく上昇してきましたね。今現状で、この、注目していた、週足のラインですね。ここもまあかなり強くこうグーッと突破して、109円に迫るような、かなり強い上昇になっていると。日足で見ると、この感じですね。ズドーンと上昇していきました。まあいいね、いいニュースが流れたっていうところが、かなり大きいですよね。詳しくは割愛しますけれども、世間的にこうリスクオンなんて言われますけどね。いろんな経済的な懸念だったり、地政学的なリスクだったり、そういったものが解消されて、相場がいい方向に向かっていきやすくなったといったところで、ドル円はね、円安ドル高に今、触れていったっていう、そんなチャートになってます。じゃあ、このチャート、どこまでいくのかなというところですよね。現状で、レジスタンスを突破していったっていう、これ、結構事実としては大きいと思うので、この方向性に今現状ずっと進んでるわけですけども、この今、斜め線がね、こうグッと来てるというところ、これが、月足、週足レベルのこの持ち合いですよね。この持ち合いの、抜けていったところに、こう反対側から当たるような位置ですよね。週足。で、これがちょうど、移動平均線、週足レベルの、この、強い下落に対しての戻り、で、それと、ちょうど合致するような位置になってくるのかなというところ。で、それがね、値段で言うと、よいしょ。週足、大きくなっちゃってみると、だいたいね、今いる位置、フィボナッチも 50% 戻しで、これ大体109円ですよね。109円。で、60.8%。これが大体110円ってところですね。なので、一時的にこう110円付近まで、回復してくる可能性っていうのが、今現状出てきたのかなというところだと思います。週足のこの戻しですよね。で、ここまで戻ってくると、可能性として、この持ち合いの中に帰ってくるっていう可能性はもちろんあるわけですけれども、現状としてはやはり上がってくると、まだ売られやすい流れにはあると。週足レベルね、かなり強い勢いでこう上昇してきているので、このままの勢いでね、上昇していくのかどうなのかっていうのは、109円付近、ひとまずね、109円付近の動きっていうところに、注目していける場面からと。ただね、これ、日足レベルで、持ち合いをぐっと抜けてきたっていうところではあるんですけども、この辺ですよね。だいたいこの109円から110円、以前のこの、目標値、この、108.5円、週足の、以前のサポート。で、こういったところに今現状差し掛かってきているので、この先、月末に向かってね、どうなっていくのかっていうところは、注目していきたいところですけども、ここまで、ね、強く買われてくると、売られてきた流れ、っていうのはもちろんあるわけですけどね、高い位置まで来ると、こう売られてくる流れっていうのはあるんだけども、その売られてくる流れも、この下からの強烈な買いっていうのがあるので、押し目がどっかで入ってくるっていう流れですよね。どっちを狙うかっていうのはね、その人の目線にはよると思うんですけども、現状としては、これだけ強く買われているので、その行き過ぎた流れを売るのか、はっきりと押し目を作ってくる、来てから買うのか、その目線をね、しっかりと持っていきたいところですよね。で、自分としてはこの、週足のラインを突破してきた、108.5円というところね、これ突破してきたということで、この押し目を作ったら、買っていけるような流れっていうのが、現状は良さそうだなというところだとは思います。今週の月曜日、これね、上窓を開けてから始まったチャートですけれども、今週狙ってたのはこの辺りですよね。ひとまずのこの強い上昇がありそうだったので、この上昇を狙ってたと。で、その後、
自分はね、ここで一回売りのエントリーしたんですよね。108.3円付近。まあ、ぐんぐん伸びていったチャートなんだけども、この辺が、まあ、一旦の、まあ、天井として、まあ、一回押し目を作りそうだなというところで、一回ここでね、まあ、売りのエントリー、108円付近までね、売りのエントリーしたんだけども、結局これね、逆もいですぐ切られてしまって、ぐーっと上昇していったっていう、そのチャートになってます。もう今はね、まあ、短期足で見ても、もうぐん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 上昇していってるチャートで、まあ、ちょうどね、15分足レベルぐらいでね、まあ、移動平均線に乗ってるような形にはなってきてるのかなと。まあ、今現状ね、ここから買っていくっていうのはちょっと厳しいので、まあ、押し目を作ってくれたら、買っていこうかなと。この先、まあ、109円付近まで伸びていってくれれば、そこからの逆張りの売りっていうのも仕掛けやすいチャートかなと。今現状どうこうっていうのはちょっと厳しいですよね。はい。もうしばらく、我慢したいかなというふうに思います。はい。他の通貨ペアです。こちら、ポンド円ですね。ポンド円。冷やしてみるとわかりやすいと思うんですけども、冷やしレベルのね、まあ、こういうトレンド。ぐーっと伸びてきたところから、まあ、強い押し目が入ってきたっていうところですよね。で、現状で、まあ、天井期のネックライン付近から、154円付近から、強く売られてきたわけですけども、この売りに対してのね、戻り売りっていうのが、まあ、その戻りポイント60.8%っていうのを超えてきてからの押し目っていうところで、このね、冷やしレベルのトレンドに乗ってね、こう狙っていくような、まあ、現状そういう流れになってきてるのかなと。4時間足レベルで見てみると、ここから、まあ、天井圏で売られてきた流れですけども、今現状、この、まあ、切り下げラインも、まあ、ブレイクしていきそうな動きで、この戻り高値ですよね、151.5円付近。まあ、このラインで今反発してますけど、ここを超えてくるとね、4時間足の、まあ、トレンドブレイクっていうところと、この日足の、まあ、切り上げに乗っていくような形。はい、駆け足でユーロドルも行きます。ユーロドル、今ね、高い位置からずっと売られてきて、今このサポートを言いますよね、1.22。これをまあ少し割り込んでる状況ですけども、切り下げから強く売られてきて、週足でこれ支えられるのかどうなのかっていうところが、重要なポイントですよね。まあ、今の流れからすると、これまあブレイクする可能性、まあ強そうですけれども、さあどうなのかなってことですね。現状、この4時間足の切り下げに沿って、まあ、見ていけそうかなと。上がってきたらもう一段階売られ、そうなので、戻り売り、狙っていけそうですよね。そのままこう割っていってしまえば、そこからのまあまた戻り売りっていうところを狙っていけそうかなと。まあ、今の流れからすると、この週足のね、まあ、切り上げラインをブレイクして、大きく下に動いていきそうな、まあ、今現状。ちょっとね、動画の調子が悪いのでこれで終わりますけれども、大きく動いてきたチャートなので、今この流れを踏まえてね、大きい流れに乗っていけるといいのかなと。ただ、ぐんぐん伸びたチャート、このままね、V 上昇でいくっていうのはちょっと考えにくいので、どっかのタイミングで押し目だったり戻しだったり作ってくると。まあ、そういったところが、今現状としては狙い目になってくるのかなというふうには思います。はい、それではね、今週も張り切って、今日も張り切っていきましょう。